水上バスで帰ろうと思ったら出航見合わせか。ジョーさん、タケルくん一人で来たのかい？うん、お母さんも一緒だよ。途中ではぐれちゃったけど。そうか、この人だかりじゃな。ジョーさんお台場じゃなかったの？塾に行ってる間にこの騒ぎさ。ねえ、あの霧ってやっぱり。おそらくバンデモンの仕業だろうね。お兄ちゃん、僕は何としてもお台場に行くつもりだけど。僕も行く。でもどうやって？これさ。わあ、ゴマモン頼むよゴマモン。一角門に進化してほしいんだ。オーケー、任せて。さあ、撃て。タケル、タケル。あ、ママ。タケル、危ないから降りてらっしゃい。大丈夫だよママ。これは一角門、友達だよ。はじめまして、僕6年の木戸城と言います。タケル君は僕が責任を持ってお預かりしますので、ご心配なく。タケル、お兄ちゃんやパパのところに行ってきまーす。タケル君、酔ったりしてないかい？気分が悪くなったらすぐ言うんだよ。なんだかジョーさん、お母さんみたい。日の出桟橋に残してきた君のお母さんに約束したからね。僕が責任を持って預かるって。もうジョーさん、心配しすぎだよ。あれ？ん？どうしたのジョーさん。今向こうで何か動かなかった？え？どこ？ほら、あの辺り。シードラモンだ。うわあ、大丈夫タケル？頑張ってくれ一角門。タケル君、僕の手につかまれ。ジョーさん、君のお母さんに約束したからね、君を守るって。ジョーさん、ブンブンナックル。下がる前に霧の中に突入だ。行けズドモン。わあ、真っ白。これじゃ右も左もわからないな。私をテールモンのところへ連れて行ってくれ。誰だ。あそこ。よく見えないけど漂流してる。私はウィザーモン。テイルモンのところへ。お前バンデモンの手下じゃないのか。怪我してるみたいだよ。頼むテイルモンにこれを。見て、紋章とタグだ。これは8人目のオリジナル。なんだって ?8 人目の紋章。いえ、みんなをどこにやった。大地。空、無事だったのか。国際展示場よ。みんなバンデモンに捕まってるの。国際展示場だって。そう、ミミちゃんも大地のご両親も。くそー、バンデモンね。空はヤマトを連れてきてくれ。うん、分かった。行くぞ。うん。そろそろ大地が出発して2時間だ。大地のやつ。ヤマト、ひかりちゃん。空。ここだって大地に聞いたの。みんな国際展示場に捕まってるのよ。本当か。8人目を探さずともお前らを倒せば同じこと。ここで果てろ。カモン。守ってくれと頼まれていたのに、ヤマト、悔やんでも仕方ないわ。ひかりちゃんを助けるのよ。そうだな、分かった。